どうも、フリーマこと、長谷川です。今回ですね、内政、外交でさらに失敗するバイデン大州長と中国、恒大集団破綻リスクという話です。オチとしては、恒大集団の具体的な負債額が見えないので、今後が恐ろしいというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。カリフォルニア州の火事は未だに続いていて、2021年9月20日には消防士数百人が消火活動をしていますが、巨木群が消失する恐れが出ています。すでに山火事は1万ヘクタールを焼いたそうなんです。ここからがトランプ陣営の話です。2021年9月18日、トランプ氏は中国マーク・ミリー将軍に対する声明を発表。中国が貿易やその他多くの分野で米国から金をむしり取るのを長年許してきた後、私は中国に対して非常に厳しい態度で臨んだが、これは歴史上のどの米国大統領よりもはるかに厳しいものだった。他の全ての大統領が中国に屈したのに対し、中国は初めて私と米国に屈したんだ。ミリーは常識も交渉力もないバカ者だ。だからこそ850億ドルもの世界最高の軍備を何の理由もなくタリバンの手に委ねたのだ。13人の若い戦士たちが今夜家族と一緒にいないのもそのためだ、などと述べました。その2日前にポンペオ前国務長官もツイッターで、中国による知的財産権の盗用は過去10年間だけでも2兆ドルをはるかに超える累積的な損失を米国経済にもたらしている、彼らには責任があるのだと投稿しました。翌日の9月19日には不法移民に関する声明を発表。我が国の歴史上最大の数の不法滞在者が何百万人も押し寄せている。彼らは全くチェックされておらず、無審査でやりたいことをやり、行きたいところに行くことができる。あらゆる種類の犯罪者がこの大規模な移民の大部分を占めている。腐敗したメインストリームメディアはおそらく我が国の歴史上最大の危機となるであろうことにほとんど注意を払わず何もしない。これは単なる国境の危機ではなく、危機の中の危機なのだ、などと述べました。その翌日の9月20日には、人権差別を理由にチーム名を変えたメジャーリングベースボールのガーディアンズに対する声明を発表。かつての名門クリーブランドインディアンズの名前をクリーブランドガーディアンズに変えるような人はオハイオ州民を代表して合衆国上院議員に立候補すべきではない。アトランタブレーブスは名前を変えず、フロリダ州立セミノールズはちゃんと変えなかったが、クリーブランドは変えた。にもかかわらず、チームのオーナーの息子であるマット・ドーランという人がキャンセル文化には反対だと言ってる。この2つは本当に相性がいいのか。いずれにしても私が支持しない人物を少なくとも1人は知っている。共和党にはラインの名ばかりの共和党員が多すぎる、と述べたんです。ちなみにマット・ドーラン氏はオハイオ州で上院議員に立候補したので、そこをトランプ氏は批判しているんです。同日には南部国境に対する声明を発表。押し寄せる移民のために国境の町デルリオの入国港の閉鎖でレストランも閉鎖、またはスタッフの半分を失ったことや、大州長に対する反対デモ参加者が掲げた看板には国境警備隊、地元の警察官への指示が記されていたことなどを述べました。トランプ陣営の非営利団体プロジェクトベリタスに関しても、アメリカの社会保険省のインディアンメディカルセンターで看護師として勤務するジョディ・オマリーさんの発言を隠しカメラで撮影。オマリーさんはワクチンの副反応、心筋炎を危惧する発言を同省の救急医マリア・ゴンザレス医師から引き出していました。アメリカの医学雑誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンもワクチンに関する記事を発表。6月17日にローラ・E・ライリー医師が妊娠中の女性へのワクチン接種は安全としていた記事を訂正し、ワクチンが妊婦に安全であるという証拠はないと認めたんです。またアトランティック紙の9月13日の記事によると、あの病気で入院した人のほぼ半数は軽症または無症状の症例である新たな研究結果が報じられました。この研究はハーバードメディカルスクールなどの約5万人のあの病気の
入院患者の電子記録を分析したもので、2020年3月から2021年1月までの 36% が軽症または無症状、2021年1から6月はその数字が 48% にまで上昇しています。しかもワクチン接種済みの入院患者では57% を記録したんです。9月21日にはニューヨークでワクチン接種証明であるワクチンパスポート反対デモが起き、 We are not comply、 私たちは従わないぞというちゃんと参加者は唱えていました。9月22日にはアメリカは日本の福島第一原発の食品輸入規制を全廃、これは4月に菅総理自身も訪米して大州長に働きかけていた問題なので、今後台湾などの同様の措置を取っている国々に対しても影響が出そうな話なんです。ここからがアメリカ以外ですが、日本では9月21日に麻生副総理があの病気の行動制限について、外で飯を食うな、人に会うな、などなど、制限をいつまでされるおつもりなのか、その根拠は何なのか、本当にそれが必要で効果があったのか、私にはなんとなくちょっと違うんじゃないかという感じがする。また人手が増えているのに感染者が減少していることについて、我々素人から見てあの話は全く嘘だったって話になるんですかね、よくわからないね俺は、と指摘しました。同日の会見では森友学園問題について、俺からの政権に前の政権の評価を聞いて読者の関心があるのかね、アフガニスタンの話とかウイグルの話とかに関する質問は記者は一言も聞かなかったな、なぜかね、と述べました。正直既存メディアは上司から受けた質問を記者がそのまま聞いているだけなので、期待するだけ無駄だと思います。その間岸信夫防衛大臣は9月22日にイギリスのクイーン国防閣外大臣と防衛省で会談、航空自衛隊の次期戦闘機についてエンジン開発協力を加速させることを確認しました。岸大臣はクイーン大臣が来日したことを、日英の防衛協力関係が様々な面で進化している証だと述べたんです。9月20日にはロシアの報道では、トヨタの豊田章男社長が電気自動車によって日本の経済が崩壊すると予測していると報道、これによって800万台以上の自動車生産不足や550万人の仕事がなくなることになるそうです。これに対し河野太郎大臣は、戦略が誤ったものにならないように自動車メーカー各社に努力していただきたいと電気自動車を推し、やはり自身が大株主、弟さんが社長、父親の陽平氏が会長である会社の日本端子と中国のつながりが濃いからこういうことを述べているのかもしれません。台湾は9月21日にフランスの上院議員が訪問することを歓迎、フランスの上院議員アラン・リシャル議員が10月4から11日に台湾を訪問予定ですが、中国から台湾との公式な交流を行わないよう警告されているにもかかわらず、代表団を率いてリシャル議員は訪台する見通しです。そして9月22日に台湾は TPP 加盟を申請、これに対して中国は必死になりそうですが、展開としては面白い状況です。欧州議会でも取り上げられる人権・臓器問題に取り組む非政府組織のDAFOH は、中国の人権臓器問題は他の国にも広がることを9月19日に指摘、2020年にも欧州議会に中国のこの問題について DAFOH は報告書を提出しています。9月21日にはフランスのマクロン大統領、インドのモディ首相が電話会談、インド太平洋地域で共に行動していくことで一致したと発表。ただフランスはこの後に話す大州長のやらかしで潜水艦関係でアメリカ、オーストラリアと対立している状態です。ドイツでは9月19日にガソリンスタンドでビールを買おうとした49歳の男性客が20歳の店員からマスク着用を求められ逆上したことで店員を射殺、一度目は短い口論で客は店を去ったんですが、1時間半後にマスクをして再び入店、しかしビールをレジに持って行った際にマスクを外したことで口論になり、
今回の事件に発展したんです。ドイツのあの病気対策に関連したこのような事件は同国初となります。スペインではカナリア諸島にあるラ・パルマ島で9月19日に火山が噴火、その前から群発地震があったんですが、噴火後に大量の砂煙を噴出しました。オーストラリアではシドニー、メルボルンで数千人の反ロックダウン抗議デモが9月18日に発生。メルボルンのデモ参加者は警察の包囲網を突破し、警察は唐辛子スプレーで応戦。約700人の参加者のうち235人が逮捕されました。また9月20日には建設作業員が組合本部の外でワクチン接種義務化に激しく抗議。強制接種に反対する労働者はメルボルンの高速道路を車で封鎖したんです。この抗議はオーストラリア労働党の党首ジョン・セトカ氏が労働者を非難するツイートをした後に起きています。カナダではトルドー首相の3期目続投が9月20日に決定。ただトルドー首相が率いる自由党は単独で過半数が確保できないために他党の協力が必要となります。リトアニアでは中国の携帯電話メーカーシャオミーのスマホを排除することを発表。チベットや台湾に関して同社のスマホは検閲があるためこの決定に至りました。ロシアではペルミ大学で発砲事件が9月20日に発生。犯人は同大学の学生でキャンパスに入って銃を乱射。これにより6名が亡くなり28名が負傷し、犯人はその後に逮捕されました。犯人は SNS での投稿で憎しみに支配されており他人に危害を加えるつもりだったとしています。韓国では慰安婦関係のタブーを破る本赤い水曜日が発売。これによると旧日本軍の慰安婦被害者に当てはまる者は一人もいないという内容で、日本では真実を語るとけしからんなどの声が上がっています。アフガニスタンでは9月21日にタリバンが女子生徒の学校登校再開をできるだけ早く許可すると発表。先週末には教育省は中等教育学校の男性教員と男子生徒のみに登校再開を指示していました。ここからがバイデン陣営の話です。2021年9月21日大首長は国連総会で初の一般討論演説を行い、国内外の基金問題収束に向け100億ドルを供出すると表明。ただしその計画の詳細には触れませんでした。その他にも中国との新たな冷戦を望んでいないとも表明。ウェリウェリウェエレテで冷戦へ、複数の構築した連合に分断された世界は望んでいないなどと話し、アフガンの件については米軍撤退が完了したことでここ20年で初めて戦争に従事しないアメリカのトップらしき人間になったと指摘。武力を行使する場合明確で達成可能なものでなければならず、十分に情報を与えられた米国民の同意のもとに行われ、可能な限り同盟国との協調のもとに行わなければならないと本当かどうか疑わしいことを語りました。その間南部国境のドローン撮影を禁止した連邦航空局に対し非難が集中。テッド・クルーズ上院議員、下院リーダーのケビン・マッカーシー議員がこの件について激怒しています。その間国境の橋の下にいた不法移民はヒューストンに移送。強制送還するバスを待つ間野外で歯磨きし体を洗っています。この件についてカマラ・ハリス副大州長は、馬に乗った人たちが人間をあんな風に扱ってるのはひどい、人間は絶対にあんな風に扱われるべきじゃないわ、西側諸国の一員として私たちは基本的なニーズをサポートしていかないといけないとまたもや疑わしい発言をしました。外交においても先ほど触れたフランスは先日米英豪で結ばれた協定オーカスの件で、オーストラリアがフランスとの契約を破棄してアメリカの原子力潜水艦8隻の建造を決めたことにブチギレ。フランスは米豪から大使を召喚する措置を9月18日に取っています。アメリカ国内ではヒラリー・クリントン氏の側についているマイケル・
サスマン弁護士がトランプ氏を誹謗中傷する虚偽発言をしたとして9月17日に起訴されました。サスマン弁護士はヒラリー陣営の2016年の選挙キャンペーンに自身が関与していたことを明かさず、トランプ氏に不利な情報を FBI に提供していたことが起訴の理由となっています。国務省にも動きがあり、9月21日の外交関係の報道をするフォーリンポリシーでは、国務省が中国に対抗するためにチャイナハウスを作るのではないかとされています。このチャイナハウスは中国とワシントンの軍事関係を扱う部署となるそうですが、この部署が大きくなると巨大な官僚の塊になるのではないかと懸念する声もあるそうです。食品医薬品局FDA も9月17日にあのアンソニー・ファウチ氏や大首長陣営に反旗を翻しました。この日は8時間に及ぶバーチャル会議が FDA で行われましたが、複数の医師科学者たちが科学データに基づいたコメントを発表し、ワクチンの危険性を訴えたんです。特に子どもたちにリスクがあることや、ワクチン接種が変異株を促進させている疑問があるとのことです。その証拠になりそうな現象がアメリカでは起きており、メイン州、ニューヨーク州、バーモント州などのワクチン接種率の高い州で、あの病気の感染者の増加率が最も高かったことが発覚。それに反してあの病気の感染者の減少率が最も高かったのはテキサス州だったんです。またニューヨークの BLM 創始者も反ワクチンの意思を掲げています。前回の動画で話した政府の借金が上限に達しそうな債務上限についても続報があります。9月22日に下院が12月3日までのつなぎ予算と政府の債務上限適用を2022年末まで凍結する措置を一体化した民主党の法案を可決。これは毎年起きることなので自分としては驚かないんですが、9月の時点からこの法案が出るのは例年よりだいぶ早いです。金融関係でも JP モルガンが9月17日に中国の IT 大手アリババの支払いシステムアリペイを導入。なぜ今の時期にリスクがある支払い方法を導入するのか理解に苦しみます。トランプ氏が声明でバンバンツッコミを入れていた Facebook についても、知名度の高いユーザーへの特別扱いを見直すことを9月22日に明らかにしました。9月21日には暗号資産仮想通貨のビットコインが3日連続で落ち込みました。一時4万ドル割り込んだんですが、これにはアメリカ当局が暗号資産に否定的な見解を示したことが原因となっています。ここからが中国関係の話です。習近平国家主席は9月21日の国連総会の一般討論演説で海外の石炭火力事業への投資を停止すると表明。これにより石炭火力発電の主な資金源が断たれることになります。またその演説では、我々が侵略したり他人をいじめたりしたことは過去にはなく今後もない、そして歯を唱えることもないと述べたんです。その4日前の9月17日にはタジキスタンで開かれた上海協力機構首脳会議のビデオメッセージで、いかなる場合においても他国の内政問題に干渉することはあってはならないと強調。当然ながらこれについて非難の声が上がっています。ここからが中国の不動産開発大手の中国恒大集団の話ですが、ニューヨーク株式市場は 614.4 ドル安の 33,970.47 ドルを記録。恒大集団は9月23日に8350万ドル、約91億6946万円。9月29日に4750万ドル。約52億2000万円の利払いが控えており、30日以内に利払いできないとデフォルト破綻となります。前回の動画で話した9月20日期限の利払いを恒大集団は行っておらず、投資家は焦っており、破綻の影響の大きさがどの程度になるかわからないため懸念が広がっています。そんな中、国に対する信用リスク、
ソブリンリスクも上昇しています。今回の恒大集団の件で9月16日以降からソブリンリスクは急激に上がっており、世界では恒大集団の件が問題視されています。そんな中、フィナンシャルタイムズが9月21日に恒大集団の幹部が投資家、社員を相手にネズミ講を行っていたことを認めたことを報道。最高 12% の高利回りを約束して個人投資家を募り、何万人もの投資家が恒大集団の株などの理財商品を買っていたんです。要するに自転車操業を行っており、恒大集団の理財商品は紙くずになりつつあるんです。現在この投資のうち約400億元約6763億円がまだ未払いで、今後も返済されない可能性が高いそうです。そんな状態で恒大集団は中国から資金を調達する可能性が出ており、9月23日期日の利払いとして2億3200万円約39億円を払うと9月22日に発表。まだまだ恒大集団の危険な状態は続いています。マカオの中国によるカジノ規制についても、9月22日にカジノ客を世話するジャンケット業界の代表がカジノ法改正をめぐり70分間のマカオ政府との協議をしました。マカオ政府は9月14日に法改正に着手しましたが、これでカジノ関連株が急落しています。つまりカジノに関するマネーロンダリングができなくなるそうなんです。中国の規制はゲームのみならず TikTok にも及んでいます。9月19日のウォールストリートジャーナルの報道では、14歳未満のユーザーは1日40分しか TikTok を使用できないと中国が発表。午前6時から午後10時までしか利用できないとのことです。これは TikTok の利益などにも影響が出る話です。そして9月17日には北京五輪のテーマスローガンが発表、共に未来へというありえないものになっています。ここからが日本と中国の関係ですが、恒大集団の影響は日本にも当然出ています。9月21日の日経平均株価は急落し、660円34円安の 29,839 円71銭を記録。この影響で中国から約 30% の利益を得ている TOTO の株価は先週木曜日から 14.8% 下落。同じく中国から売上の4分の1を得ているダイキンも 4.7% 下落。我々の年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人GPIF についても、2021年3月末で恒大集団の株式社債を96億円持っていたことが判明。当然ネットでは非難の声が上がっていて、軽い火傷くらいで済んだと思って中国にはもう投資すんなよ、4月以降はどうなんだよといった反応が出ています。河野太郎大臣も9月18日に公開討論会で日中関係について、首脳会談は定期的にするべきだ、政府間の会談で意思の疎通を図ることが大事だと述べたんです。その河野大臣が大株主として関わる日本端子の北京関連会社は中国の通信大手ファーウェイと間接的につながっています。また河野大臣は2019年4月に北京外国語大学日本研究センターを訪問、北京外国語大学統一書記王定家氏らに熱烈歓迎を受けました。麻生副総理の出身母体麻生グループも中国にやられており、麻生グループは東京の恒済堂という火葬場企業の株を約 20% 持っていましたが、それを大量に売却し約 12% まで保有率が低下。これは火葬場の新規建設で地域住民の反対が大きかったことが原因ですが、その中で筆頭株主に浮上したのがグローバルワーカー派遣という企業です。この企業はラオックス買収で知られる中国人実業家のラ・イブン氏関連の企業で、ラ氏のボスは共産党外交部幹部であるためチャイナリスクとなっています。ちなみにラ氏のような人間の場合、中国の国家情報法第7条に当てはまります。どういう条文かというと、中国人民や組織は中国政府の情報活動に協力する義務があるとなっています。これは当然日本企業に入る中国人従業員にも適用されます。
また中国に進出している日本企業についても、以前の動画で話したように、今年6月に施行された反外国制裁法の報復措置として、国外追放や中国の財産凍結、取引禁止以外に第6条のようにその他必要な措置という項目があります。つまり中国がやりたい放題、外国企業に制裁をかけることができるんです。こんな状態の中国なのに、回転寿司のスシローが9月22日に広州に1号店を出店、日本のスシローをそのまま持っていくそうですが、香港にすでに10店舗を展開しているとはいえ、今の時期になぜ出店するんでしょうか。また2015年の中国の華僑新聞では、中国が日本社会に入り込むことを推奨する記事が書かれています。兵庫県の斉藤元彦知事も人民日報10月号にインタビュー記事が載っており、中国の観光客が兵庫県に来ること、北京五輪の成功、日中国交正常化50周年を祝う発表をしていました。そして9月7日には中国大阪総領事館の節権領事と香川県知事の浜田健三氏、県議会議長とオンライン会談を行い、香川県と陝西省、日中交流の充実に貢献すると浜田知事は述べました。ここまでが現状ですが、相変わらずアメリカが全く機能しない上にチャイナリスクが増大しています。9月29日の恒大集団の利払いも気になりますが、恒大集団の具体的な負債額が見えないので、今後が恐ろしいんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。